Ah, I feel good. I'm excited. It's, I've been wanting to do this and be here for a long time. So, ready to break Okada's arm. Her! お疲れ様です。お疲れ様です。いよいよ 1.4 ドルのブライアン・ダニエルソン選手との一騎打ちが間近ですが、直前の心境を聞かせてください。そうですね、まあ、今日ここに来るまでにもたくさんのファンの人たちがいてですね、まあ、このファンの人たちもしっかりと楽しんでもらえるような試合をしなきゃいけないなと思いますし、まあ、そんな中でもやっぱりリベンジしたいっていう気持ちがやっぱ一番強いので、しっかりリベンジしてお客さんには楽しんでもらってですね、アプロレスを見ててよかったな、楽しんで帰ってもらえるようにしっかりと戦えたらいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いよいよ試合間近となりましたが、心境の方はいかがでしょうか。はい、こんなに落ち着いて1月4日を迎えることはなかなかないなと、割とリラックスしてますね。チャンピオンは、さあさあチャンピオンとして、はい、初めての東京ドームですけど、はい、なんか特別な感情ありますか。そうですね、一番はいかに自分らしさを出すか、出し切るかだと思います。そしたらおのずと結果がついてくると思うので、東京ドームの空気に飲まれず、内藤哲也の空気にも飲まれず、自分らしさが出たらいいんじゃないかなと思って。